はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、電気文庫マガジンの、ボリューム43の紹介ですね。はい、発売日が4月の11日かな、10日、多分10日か11日に発売してます。で、完全にね、今月は忘れてました。4月の、偶数月の10日に発売するんですけど、今月はね、いろいろあったんで忘れて、はい、で、今日久しぶりに本屋さん行ったら置いてましたね。そこで気づいて即買いです。で、付録の紹介ですね。今回もやっていきたいと思います。今回付録3つついてきてまして、ラノベが1冊と、毎月あるこのソードアートオンラインの特大ポスターが1つ、3号連続の、今回2段目で、次で完成ですね。で、その3でエロ漫画&ゼロの、IC カードシール、はい、IC カードに貼るシールですね。それがついてきてます。で、あとはね、いつも通り、プラスワンで袋閉じの、シリアルコードっていうのがね、ついてきてます。で、まあ中身なんですけど、まあ、シリアルコード、まあこんな感じかな。はい。一つ一つ読み上げていきません。コードレジスターとか、よくあるやつですね。毎月ついてきてるやつのやつが全部ついてきてます。で、まあね、カラーページなんか、やっぱりと、はい。最初の方だけ、エロ漫画先生の、アニメ化かなと思います。はい。これゼロのあそこですね。ゼロから始める魔法の章。で、これが書いてあるっていう感じのやつですね。うん。まあ、次回なんかもこんな感じ。はい。ガンゲールオンラインの、マイクロファイバータオル、そうですね。あとはディレララのブックマークとか、来月号にはついてくるらしいです。はい。6月10日。はい。次回忘れないようにしたいと思います。で、一つ目のやつですね。はい。ラノベ、これ。うん。電撃文庫のやつですね。これが1冊と。ページ数割とね、あるんですよ。310ページ。はい。割と1冊分ついてきてます。これが1冊。そして、まあ順番変わるけど、IC カードシールはこんな感じ。うん。よくあるやつですね。ここで剥がれるようになってます。IC カードが2枚。で、裏側と。はい。これが1枚と、これが最後ですね。その2の、SAO のポスター。はい。まあ、絵柄なんかはね、ここの、雑誌のこれ見てほしいんですけど、まあ、こんな感じのね、イラスト。うん。収まりきらないんで全部見せられないんですけど、イラストは、まあ、こんな感じかな。はい。感じです。ということで、今回は電気文庫、ボリューム43の開封動画でした。今回ね、本当に、完全にね、はい、忘れてました。で、次回はね、多分、発売日、6月10日に、はい、動画アップできるように頑張ります。ということで、今回は、開封動画でした。